では鈴木コンシェルジュさんです。 GO! キレキレ隊長なのついてきて連れてくよルン。私の生き方は毎日がウェディング。私の夢はみんなを笑顔にすることです。プリンセスからビジネススタイルまで女性の見た目をプレゼントします。なおです。なおです。キレキレ隊長なおです。ようこそ。てかどうこのフレーズ。いいよね。久しぶりにでも聞いた気がするね、うん、あの今日ね、私あの見た目アドバイザーっていう肩書きをちょっと今ね、うんうん、自分で作って、この間ね、名刺いただきました、うんうん、キラキラ名刺。はい、キラキラのお顔つきのね、うん、なんですけど、あの今日の私のファッションはですね、これ中尾レボ、うん、今年すごい流行ってるから街中でよく見ない、うんね、よく見る、ね、うん、なんか似合いそうだよね。帽子好きなの。うん、なんかこうラジオの時にこう帽子道屋さんに今日かぶられてるんですけど、うん、髪の毛ね、あのボサボサでも OK かなみたいなところもちょっととりあえずありません。そうそうね、はーいって道屋さんに手を挙げて言ってくださってるんです。道屋さんに時々狼から怒られてでもファッショナブルに見えるから、まさかぐしゃぐしゃか、ね、隠してるとは思わない。いいんだぜ、ね、怒られた。そうそうそう、あと帽子ってあったかいし、うん、なんか今日ね来ていきなり、え、なおちゃん寒くないって言われたんだけど、うん、全然私暑いぐらいですって言ったら、うん、あ、きっと帽子かぶってたからかなってさっきね、うん、話してたんだけど、うんうん、まあまあそれはさておきですね、うんうん、あの今日はですね、私 の、 あの前回でもねお話させてもらったこの本を出す題名をですね、うん、ね、はい、知ってる本を出すのね、うん、その題名をですね、やはり毎日ウェディングあくまでもそこなんですけど、あの今日はそのね、毎日のウェディングがなぜ私の座右の銘なのかっていうのをお話ししようかなと思って、うん、あのね、ウェディングってデシコさんはどういうイメージがある？今独身？今独身。バツは？ついてない。私はね、まあ、バツついてるんだけど、まあ、その、 あの座右の銘を思い浮かんだ時っていうのは、あの現役、あの結婚してた時な、で、なんか本当にハッピーで、まあ、日常生活っていろいろあるけど、なんか幸せだなってすごいこう自分の中できっと思ってたのな、うんうん、で、なんかあるなんかあの先輩に、なおのなんか自分の信念みたいなものって何？って言われた時に、なんかふと思い浮かんだ言葉が、あ、毎日がウェディングって言ったら、それいいねで、え、どういうそれを意味で言ってるのって言われた時に、いや、なんか毎日ハッピーにこうウェディングドレス着たりさ、まあ、毎日着れないけど、うん、まあね、ファッションでね、ちょっとピラピラっとしたね、あ、なるほどね、お洋服着たりで、まあ、ヘッドドレス、うん、あのカチューシャつけたり、うん、まあ、ティアラは毎日かぶれなくてもちょっと痛いってなっちゃうから、ね、なっちゃうけど、かなりねでもね、カチューシャにちょっとね、小さじついてるとか、ね、そうそうそう、だったらね、うん、なんかできるじゃない、うん、で、実際それ知ってたのよ、まあ、あの、ちょっと不思議ちゃん的な感じでね、まあ、でも自分が好きでやってることだから、いいの、でもほら、女性って前につけるのは恥ずかしいけど、うん、結構お花のさ、バレッタとか後ろにつけてる人多くないですか、うん、あー、うん、確かに、ね、ハーフアップとかにね、そう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 、本当はみんなつけたいんだよ、だね、ね、自分が見えなきゃ恥ずかしくないそう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 、でも私は自分が見たいからね、ね、金さんもそうだって大事大事大事、要は人がどう思うと、あの、何かっていうぐらいの説得力があれば、続けてるとそのうち認めてくれるんですよ。そうね、だってね、その後ね、最初不思議ちゃん扱いだったんだけど、うん、私の周りみんなつけてたの、本当はみんなつけたかったの、ね、つけたかったの、だから、まあ、その願望をですね、恥ずかしがらずに表現するっていう、まあ、私はね、あのことをずっとやっていて、まあ、バツイチっていうのも昔だったらね、ちょっと隠したいことじゃない、うんうん、でも今はね、勲章だと思ってるのだって世界に一人だけの君だよって一度は選んでもらったってことだから、うんうんうん、ポジティブでしょ。そうね、確
確かに選んでもらわなきゃ頑張るなんでね結構ね、バツイチ女子多いもんね頑張ろうよ、バツイチ使わなきゃいけないいやいやいやそんな皆さんね、やっぱ魅力的だからここにいるわけで、うんうん、まあ自分もそうなのかなそうそうごめんね、言わせてもキラキラしてるからここにいるのでもそういうことをなんかこう自分がもらったものだから私も誰かにギブしたいなっていうのをあの常に考えていて、うん、だからそのヘッドドレスの販売も自分だけじゃなくてなんかみんなにしてもらって、うん、ほらさっきとワクワクって言ってるけど、うん、ワクワクするじゃんするおしゃれするとね、うん、そうだからなんかあのそういうものを常にもらったものを回収していくだからあの運気もそうだけどあの気持ちが上がるっていうのは、うん、要するに風水とかね、マキンさんがされてるあの自分マップ、うん、あのっていうんでしたっけ？自分カルテ。自分カルテ。間違えちゃった。まあ要するに自分を知ることで、うん、でまた人のね、うん、あの価値観を知るっていうことで違いが分かったらまたコミュニケーションの能力が上がるから。ですね。うん、まあそういうこともちょっと本に書いたりとかして。うんお伝えしてギブギブできればいいなと思ってますありがとうございます、うん、出版もね楽しみにしてますので、はい、また聞かせてくださいもちろんです、はい、じゃあ私の、ホームページブログは毎日ごウェディングで検索してくださいはいありがとうございました、はい、ありがとうキラキラ隊長のおさんでしたはい、はい、今日もコンシェルジュの皆さん素敵なお話ありがとうございました